岩手県立図書館は岩手県森岡市にある県立の公共図書館。1922年岩手公園東北の土地に開館。防音のために土足禁止であった。1967年に新築された建物は菊竹清志くんの設計によるものであった。2005年に施設の老朽化や手狭になったことによる移転のため閉鎖。翌2006年5月8日に 森岡駅西口に位置する岩手県民情報交流センターの3階と4階に新機会館。岩手公園内の旧図書館建物は2008年に森岡市に譲渡され、2011年に森岡歴史文化館として新層をオープンした。2014年3月31日現在の蔵書数は724,964冊で、2011年度実績では、 入館者が512,250人、一般貸し出し数が82,919冊となっている。郷土資料の一部として、宮沢賢治、石川拓木の資料収集に取り組んでおり、ウェブ上でデジタル化された資料を閲覧することもできる。4階の新聞、雑誌コーナーでは、岩手県を含む全国47都道府県すべての地区の電話帳が置かれているほか、 新聞は、岩手県内で購読されている、地方紙全国紙のみならず他の北海道、東北各県の地方紙も、閲覧可能。考え貸し出しには利用者カードが必要で、小学生以上の岩手県内に在住、通勤通学している場合に発行できる。未就学時には、利用者カードの発行が可能である。森岡駅から徒歩約4分の場所に位置する。 駐輪場は1階南玄関前に65台、北側に120台分あり、専用駐車場はないが市営有料駐車場がある。ありがとうございます。